平和のための原子力を掲げたアメリカ合衆国の郵便切手。平和のための原子力はアメリカ合衆国のドワイト・ D ・アイゼンハワー大統領が1953年12月8日にニューヨークの国際連合総会で行った演説で提唱した原子力に対する考え方である。核の平和利用とも言う。第二次世界大戦末期の1945年。 アメリカ軍が広島、長崎に原子爆弾を投下して約10万6000人の死者と約11万人の負傷者を出した。その後も1948年、アメリカが太平洋で核実験を行い、1949年、ソ連が核開発能力を備えるに至った。それを受けてアメリカはより強力な水素爆弾の開発を進め、 1952年11月に爆発実験を成功させた。1953年1月に大統領に就任したアイゼンハワーは、こうした東西冷戦の中での核開発競争が急速に進むことで、核戦争の危険性が現実化しつつあるとの危機感を抱き、国連総会において、こうした危険性を訴えようとした。アイゼンハワーは演説の中で、 まず核開発競争が激化している現状を有料した上、アメリカに対し核攻撃がなされた場合には速やかに報復が行われることになるが、そのような事態になることを望むものではないとして、次のように述べた。我が国は破壊ではなく建設をしたいと願っている。国々の間の戦争ではなく合意を願っている。自国が自由のもとに、 そして他の全ての国の人々が等しく生き方を選択する権利を享受しているという自信のもとに生きることを願っている。そしてアメリカ及びその同盟国であるイギリス、フランスはソ連との間で階段を持つ用意があると述べた。また原子力の平和利用について次のように述べた。アメリカ合衆国が追求するのは単なる 軍事目的での核の削減や廃絶にとどまらない。この兵器を兵士の手から取り上げるだけでは十分でない。軍事の大いを剥ぎ取り、平和の技術に適合させるための方法を知る、人々の手に渡されなければならない。続いて、国連の下に国際的な原子力機関を設立することを提案し、特に電力の乏しい地域に電力を供給することが、 原子力機関の目的の一つになるとした。それに関わるべき理解関係国にはソ連も含まれると明示した上でアメリカには協力の用意があると述べた。原子力委員会のルイス・ストラウス委員長から報告を受けるアイゼンハワー。アイゼンハワーのこの演説を契機として国際原子力機関設立の機運が高まり、1954年国連で IAEA、e、検証草案のための協議が開始され、1956年 IAEA、e、検証採択会議で IAEA、e、検証草案が採択された。また、2003年にはアイゼンハワー主導による原子力の平和利用50周年を記念し、世界原子力大学が設立された。ありがとうございます。